カナダ文学とは、カナダで執筆、出版されている文学である。カナダの文学の誕生は、他の英語圏と比べて遅く、19世紀になって、本格的に始まった。トーマス・チャンドラー・ハリバートンが、ザ・クリック・メーカー、オアザ・セイイング・アンド・デュイングス・オブ、サムスリック・オブ・スリックビルを1837年に発表し、アイルランド出身の女性詩人 W、 イザベラ・バレンシー・クロフォードも同時期に作品を作った。アーチボルド・ランプマンは、アマング・ザ・ミレーを1888年に、リリックス・オブ・アースを1896年に発表。スザンナ・ムーディは、ラフィング・イット・イン・ザ・ブッシュ・オア・ライフ・イン・カナダを1852年に、ライフ・イン・ザ・クリーニング・バース,ース・ザ・ブッシュをその翌年に発表した。20世紀になると、L.M. モンゴメリが、 赤毛のアンシリーズを発表し始め、現在でも代表的カナダ文学として認識されている。フランス語圏の作家としては、ガブリエル・ロワや短編作家ニコラス・ディクナー、ハイチ出身のマリエ、シーリー・アグネント、ジャン・ポール・デイビューンらがいる。次女の物語で有名なマーガレット・アトウッド、ヤン・マーテルといったブッカー賞受賞作家や、ハイチ生まれのメディス賞受賞作家、アカデミー、 フランセーズ会員のダニー・ラフェリエール、ジェフ・ライマンや、ロバート・ジェイ・ソーヤーといった SF 作家も活躍している。また、2013年にカナダ人初のノーベル文学賞を受賞したアリス・マンロー、スリランカから移住したマイケル・オン・ダーチェ、詩人のアンネ・カールソンも注目されている。日系カナダ人文学として、テディ・ワタダ、ロイ・ミキ、ジョイ・コガワ、ケリー・サカモトラがいる。 秋島崎はフランス語で執筆している。SF 作家のウィリアム・ギブスンはアメリカ合衆国出身だが徴兵を拒否し、カナダに移住したため、カナダの作家として扱われることがある。ありがとうございます。